メガゾ二23は1985年3月9日に発売された日本の OVA 作品。制作は株式会社アイドルビクターを音楽産業。アニメ制作はアートランド、アートミック。略称は MZ23。本校では AIC が制作に加わった続編メガゾ二23パート2秘密区だ。さ メガゾネ233についても合わせて解説する。以降、特筆しない場合は、第一作に関する記述のみとする。また、本校では便宜上、第一作を、パートアイ、第三作を、パート3と表記する。アートミックが企画した1983年のテレビアニメ、気候創世期もスピーダの後番組の企画が原型。ビッグウエストのテレビアニメ、長時空要塞。 マクロスのスタッフだった石黒昇、三木本春彦、平野敏弘、板野一郎などが再び結集して制作に当たることがセールスポイントにされた。このこともあり、メカと美少女、アイドル歌手、巨大宇宙船内の都市と長時空要塞マクロスと共通するモチーフが意識して本編に用いられた。ただし、ストーリー的には、 コアなアニメファンを対象とした OVA ということもあり、歌が世界を平和にした、長時空要塞マクロスとは対象的に歌が軍事的プロパガンダに使用されている。パート I は、交渉約2万6000本のセールスというヒットを記録し、東京、歌舞伎町のメガザ・ミラーの塔で、短館の劇場公開もなされた。また、オリコンの調査によると、 本作のセルビデオの初週売り上げはアニメで過去最高となる7590本で第1位を獲得。累計でも26518本になり、OVA でも過去最高の売り上げになる。本作やゲーム戦機、レガの商業的成功により、メカと美少女という一大潮流が当時の OVA 業界内外を席巻することになった。この人気を受け、 翌年の1986年には AIC が制作に加わった続編パート2がリリース。1989年にはパート I、パート2の数百年後を舞台にしたパート3が制作された。パート3はパート I やパート2と時代設定や登場人物が異なるためタイトル表記が異なる。同様の理由からパート3ではなく3と 表記されている。本作では、各作品ごとにキャラクターデザインが変わっており、その都度全体の画風が大きく異なるのも特徴的である。なお、本作のシンボルとなるキャラクター、実際イブは一貫して、三木本春彦が担当している。なお、パート3後編に、メカニック作画監督として参加した、大張正美が2020年に、自身のツイッターで明かしたところによれば、 OVA リトネーターオーガンの発表後に、オーバリオ監督として、パート3の続編企画が動いていたが、同時期制作の監督映画、画廊伝説、ザ・モーション・ピクチャーマイナスとの掛け持ちはするべきではないとの、ポリシーから、実現しなかったという。遥かな未来、地球環境は大規模な戦争により破壊された。当時の地球連邦は、地球保護法をベースに、 ADAM 管理を設定し、地球管理システムを稼働させた。人類は新たな居住地を求めて、複数の巨大都市宇宙船を建造し、その中で暮らすようになった。人類の活性化を図るために生き残った、これらの巨大都市宇宙船は500年の間、地球を離れることとなった。このうちの一つである、メガゾーン23、通称 MZ23 は、 巨大コンピュータバハムートによって制御され、内部には過去で一番平和な時代だった1980年代の東京が再現されていた。そこで暮らす人々はバハムートに情報操作され、20世紀の幻影の中で生活していた。そして地球機関を目前に控えた時代、MZ23 と同様の目的で建造された巨大都市宇宙船、 デザルクが MZ23 に対し攻撃を仕掛け始めた。MZ23 の自治軍はバハムートの監視の目が届かない地下に前線基地を建設し、住民には知られないように戦闘を続けていた。そんな中、MZ23 の若き軍人 BD は軍関連企業から盗み出された人型機動兵器に変形可能な軍用バイクガーランドの行方を追い、 7G のオペレーターとなる、やはぎ翔吾と開講する。このバハムートの端末であるガーランドには、BD すら知らない秘密が隠されていた。それは、バハムートが生み出した巨像のアイドル、実際イブが 7G のオペレーターと問答し、その回答次第で人類の地球機関の成否を決定するものだった。イブは 7G のオペレーターを探し出し、そして彼に、 質問を行う日を待ち続けていた。1980年代の東京。人々は、その、一番いい時代を謳歌していた。矢作翔吾も、その一人である。街中を、バイクで駆け抜け、街で出会った、美少女、高中優衣の存在に、一気一遊し、若さゆえのあり余る力で拳を天に向かって、突き上げる。そんな日常を過ごしていたある日。 友人の中川真治に地下駐車場へ呼び出された翔吾は、真治が盗み出してきた巨大な試作バイクを見せられる。今までに見たこともないそのバイクには、バハムートのロゴが。そこにシークレットサービスを装った謎の男たちが、現れ、二人は突さに逃走を図るが、男の放った銃撃により真治は殺されてしまう。真治に託されたバイクを彼らの手に渡すまいとした、翔吾は、 必死に逃亡する。自宅に先回りされた正午は男たちが必死で隠そうとするそのバイクをマスコミを使って世間に公表しようと人気絶頂のアイドル自在部のテレビ番組にテレビ電話で出演するがバハムートの名を出した途端に放送は中断。テレビ局の情報操作によって公表は失敗する。そうとは知らない正午は軍の特捜隊に追跡されて 高速道路に追い込まれ、人型機動兵器、ハーガンに捕獲されそうになるが、正午のバイクもロボット形態に変形して、窮地を免れる。その後、ゆゆいの友人であり映画監督志望の村下智美は、正午のバイクを使って、自主映画を撮ると言い出す。ロケ地を探しているうちに、白バイに追跡された二人は、やがて全く知らない場所へと迷い込んでしまう。 そこは地下にある広大な廃墟の街であり、その中心にそびえ立つ巨大コンピュータバハムートが遥か上空にある廃墟の街とつながっている、まか不思議な空間だった。このまま二人で行くのは危険と感じた翔吾は、ともみを帰らせて一人で、さらに調査を進めるが、軍のパトロール隊と交戦になり、ついには、核壁の損傷部から宇宙にまで飛び出してしまう。その際、翔吾は、 交戦相手のハーガンがい出したワイヤーに補足されるが、話したいことがあるという相手を助けて引き返した。廃墟の町へ戻った、正午の前で、ハーガンから降り立ったのは、軍の若き将校、BD。彼は、自分たちの町が、バハムートに支配された、宇宙船の内部にあり、正午たちが1980年代と思っている、時代より実際には5世紀以上経過していること。 そして宇宙から接近する敵、デザルブの脅威が迫っていることを語る。そのために、軍は、バハムートの支配の及ばない地下に、前線基地を作り、軍備の増強と兵器開発を進め、バハムートを解析して制御下に置く目前で、軍が極秘に開発したガーランドが盗み出されて、表に出てしまったことも、信じられない現実と、人々に気づかれずに戦争準備を進める BD に、 反感を覚えたショウゴは、苛立ちながらその場を後にするのだった。やがて、バハムート端末であるガーランドを狩るショウゴを、7ーのオペレーターと呼びかけるイブによって、かつて地球で起きた出来事と、敵が同じ地球人であることを知る。さらなる真実と彼女の正体も知ってしまったショウゴは、悩み続ける。そして、ゆいゆいと人よを共にして、この世界が置かれた現実を彼女に語るのだった。 一方、BD は、バハムートの掌握と同時に、クーデターで軍の交換を粛清。国会議事堂と首相官邸を占拠して、実権を握るとともに、デザルグの脅威を、亡国の侵略として自ら公表した。それに伴い外は、戦時色に染まっていく。あのイブさえ、軍の広告と溶かすほどに。正午が、ユイユイとのささやかな幸せに救いを見出そうとしていた。 矢先、軍は、さらなる機密漏洩を阻止するため、バハムートの存在を知る、もう一人の民間人であるトモミを暗殺し、バハムートが映ったフィルムを処分。とうとう決意した正午は、ガーランドを買って単身バハムートへの突撃を仕掛けるが、BD は、ハーガンで立ち塞がるとガーランドを冷酷に叩きのめす。満身創痍の正午は、朝焼けの渋谷の街を一人、どこかへと去っていくのだった。 BD に敗れ去り、友人のライトニング率いる暴走族、トラッシュに身を寄せていた正午は、半年ぶりに、吉忠に再会する。その頃、町には、繊維公用の垂れ幕が掲げられ、軍の広告塔となり果てたイブを通して、人々を戦争に駆り立てるメッセージが連日、流されていた。しかし、バハムートは、完全には、軍の管理下に落ちてはおらず、軍が、 イブの亡霊と呼ぶかつてのイブが現れ、7G のオペレーターであるショウゴに対して自分にコンタクトしてほしいとの呼びかけを続けていた。ショウゴは自分を待ち続けた、ゆ,ゆいのわだかまりを見と心で解いて、思いを伝えると本来のイブに会うため、そして彼女が何を自分に伝えようとしているのかを知るため、トラッシュの助けを借りる。その頃、 デザルグは MZ23 への本格的な進行を開始していた。迎撃に出た最新鋭艦エアグレーン FX-101 とその護衛部隊もデザルグの圧倒的な戦力の前に話す術もなく壊滅してしまう。一方、軍の手でプロトガーランドとして修復されたガーランドを入手した、正午は軍の追跡をかわしながらバハムートに向かう。 軍の攻撃に一人、また一人と仲間が倒れ、ついにはガーランドも大破してしまうが、正午は軍の追撃で負傷したユユイと共にバハムートミツセクションにあるイブのところへたどり着く。イブの言葉に正午が、正午の言葉にイブが揺り動かされる。イブの質問に対して自分が言いましたいこと。 そして大人というのは汚い人々だという気持ちを話した正午に対しイブはあなたが憧れた大人になればいいと告げる。しかし、月の防衛システム ADAM の作動開始に伴い、ついにイブの真実が明かされる。500年前、人類は自らの手で地球を死滅へと追いやり、そこで国際連合が地球保護法をベースに ADAM 管理を設定し、 人類の活性化を図るために生き残った都市は、今後500年間地球から去ることになった。そして地球へ帰還する時がやってきた。イブは500年前と同じ過ちを繰り返さない、人たちだけを地球に送り届けるためのプログラムだったのだ。だが、プログラム ADAM は、イブの送ったデータを良しとせず、MZ23 を破壊し始める。 傷の具合が思わしくない吉田田をイブに預けたウゴは、ライトニングたちと合流するが、そこへあの BD が再び現れる。怒りに任せて飛びかかるウゴだったが、タフな BD に対し、殴るだけ損だと負け惜しみを言うしかなかった。BD は、ウゴら新しい世代に後を託し、ADAM との戦いへ飛び立つ。やがてイブは、ファイナルプロテクションモードを発動させる。 イブの最後の歌声が響き渡る中、月の防衛システムに攻撃されてデザルグは宇宙から消滅し、矛先は MZ-23 へ向けられる。人々、建物、すべてを巻き込みながら1980年代の東京は崩壊する。しかしイブはバハムートを MZ-23 から切り離し、ショたちを脱出させることに成功していた。 崩壊していく MZ23 を背に、バハムートは地球へと降り立つ。中から出てきた、小5たちの目前には、再生した地球の大地が広がっていた。メガゾーンの帰還から数百年が経った時代。人々は、シティネットワークが張り巡らされ、コンピュータ、システムに、全管理を委ねた町、エデンシティで暮らしていた。それは、高級の平和を目指す一方で必要とあらば、 肉体と機械の直結も辞さないほどの徹底ぶりであり、かつての人類の過ちを繰り返さないために取られた完全なる手段にして支配だった。しかし、それを嫌ったレジスタンスによる犯行作戦が開始される。エデンシティを統治する情報監督局 E イコール X とそれに敵対する民間ゲーム会社オレンジ社によるその戦乱に、 天才的なハッキング能力を持つゲーマーのエイジ高中カカもいつしか巻き込まれていく。やがてシステムは地球環境の維持のためには人類を宇宙に排除する必要があると判断しプロジェクトヘブンを発動するがエデンシティ外周部で反発重力推進システムの稼働中にシティネットワーク中数が爆破されてプロジェクトヘブンは頓挫する。そしてエデンシティの支配者である 問題の正体があの正午だったことが明らかとなる。正午たちが地球へ帰還した際、彼を 7G のオペレーターと認めなかったシステムは、クリエイターの生き残りであるオリジナルイブと正午の接触を恐れ、彼をシステムへ強制的に接続してその操り人形であるボンへ作り変えていたのだ。正午はシステムによる支配から解放された直後、 新たな 7G のオペレーターとして選ばれたエイジに後を託して死んでしまう。それを知ったイブは上昇を続けるシステム中枢部に残りエデンシティの人々を救うためにプログラム変更を行うのだった。パート I 及びパート2公開時巨大都市宇宙船などに関する設定は完全なものではなかった。パート3制作時に設定が追加され設定資料本 B クラブスペシャルメガゾネ23で発表されている。まだ人類が地球に住んでいた24世紀、火星は惑星改造により過労死て人が居住できる環境を保っていたが、あまりにも劣悪な世界のため、人々も遺伝子レベルでの改造を行っていた。それを経て火星に誕生した新人類を地球側はデザルグと呼称する。 当時のデザルグの総人口は19億人とされる。後にデザルグの人々は火星解放政府を樹立し地球に対して戦布復したが地球攻撃の報復措置として地球側が惑星を内側から破壊する兵器を開発して火星に使用した結果2年の歳月をかけて火星は崩壊しそこに居住する多数の住民ごと太陽系から消滅した。パート I パート2でのデザルグは MZ23 と比較して50年技術で先行しているが、この格差は MZ23 がバハムートの支配下で、かつての技術情報に断片的にしかアクセスできなかったことと、デザルグが外宇宙で異文明に接触したためとされる。かつて地球を死滅させてしまった人類が地球保護法をベースに ADAM 管理を制定している。 地球再生システム、地球防衛システム、イブプログラムの3つから構成されている。MZ01 をはじめとする巨大都市宇宙船が地球へ戻ってきたとき、その住民たちが地球機関の条件を満たしているかを見極めるために作られたが、本来の目的はクリエイターの一人であるハインケル博士の提唱した地球再生計画、すなわち 地球の事情作用による生態系の復活及び維持を行うものであり、人類を排除するものではない。以下の記述は、パート I、パート2の前詞にあたる。設定資料本、B、クラブスペシャルメガゾネ23から引用。なお、パート3の時代は、バハムートの地球期間から数百年後となっているが、年代は確定されていない。メガゾ二23のミニゲームが、 携帯電話向けに3種提供されていた。メガゾー23、1980年代中頃に、筑田ホビーより、ボードを、シミュレーションゲームの戦闘級で発売。当時、ビクターオンさんの親会社である、日本ビクターが、VHD の名手であったため、本作のビデオディスクは当初、VHD、パート21986年6月21日に、 1987年4月5日にパート2海外版のみの供給であった。レーザーディスクでの供給についてはビデオ VHD より遅れ、ポリドールより1987年2月25日にパート I、パート2にタイトル同時発売。1987年4月5日にパート2海外版が発売された。このポリドール版は A 面終了時に黒画面にフェードアウト、B 面開始時に黒画面からのフェードイン処理が施されてしまっている。1993年5月21日にマイカル・ハミングバードから発売されたプレミアムボックスはパート I、パート I、パート i i 海外版が収録された3枚組だが、ポリドール版の再発売ではなく、フェードイン、アウト処理のないオリジナルのままで収録されている。 また、パート I の劇場版予告が2種類、パート2の劇場版予告編が1種類映像特典として収録されている。パート3のレーザーディスクは、ビクターエンタテインメントの子会社であるメージャーズより1990年5月21日、イブの目覚め、解放の日が2タイトル同時発売された。なお、日本ビクターから発売されていた。 VHD ビデオマガジンのアニメビジョン創刊号には、蝶真由美がアニメスタジオを訪れて、梅津や板野にインタビューをする映像も収録されていた。また、非売品、VHD ソフト、メガゾネ23スペシャルメモリー、メガゾネ23パーシアイスペシャルメモリーが制作され、イベントなどで配布された。当時のビクターオンさんは、親会社である日本ビクターの AV 機器と密接に、 タイアップした宣伝をしており、本作もその一翼を担っていた。2000年12月16日に、ビクターエンタテインメントの M、サーブレイベルより、パート I からパート3までを収録した DVD ボックスが2001年7月31日までの期間限定生産で発売された。スタッフキャストのインタビューや設定が掲載された80ページに及ぶブックレットは資料価値が高い。 本編がオリジナルビデオ版ではなく劇場公開版が収録されているのも話題となった。パート I は劇場公開時に作画や演出のリテイクが施されており、パート2の劇場公開版は別途シーンの過激さが話題となったが、ビデオ発売時に一部カットされた。VHD や LD はオリジナルビデオ版が収録されたために、 この2作の劇場公開版は長く幻の存在だったが DVD で復活となった。ただしパート I で劇場公開時に追加録音された音声がモノラルだったためか DVD では音声のみオリジナルビデオ版のステレオ音声を使用している。このボックスの初回限定版にはパート I の主題歌 CD が付属していた。2005年4月15日にはアトラスより パート I からパート3までが単品として発売された。こちらも劇場公開版が収録されている。ビクター版ボックスのようなブックネットは付属していないが、パート I、パート2にはプレミアムボックスに収録されていた劇場版予告編が追加されており、パート2の予告は最後にビデオ発売の告知テロップがあるバージョンも収録されている。ビクター版ボックスではボックス、 ブックレット描写を、ミキボン、インラージャケットを、平野、梅津、北爪らオリジナルキャラクターデザイナーが手掛けた絵描き、卸しイラストだったのに対し、アトラス版は既存の半件イラストを流用している。特に、パート I のジャケットは、当時のキャンペーンで募集されて入賞したファンのイラストが、使用されており、版元の混乱が伺える。また、前作を一括購入予約すると先着順に、 メガゾネ23パート、2インターナショナルパート、i スペシャルフィルムの DVD が特典として付属した。これは、ポリドール版 LD やプレミアムボックスに収録されているものと同じ内容であり、PS3、青いガーランド限定版にも同梱されている。その他、ヤマトより発売されたメガゾーン23コンプリートボックスにパート I の DVD が付属しているが、 こちらもこれまでと同じく劇場公開版が収録されている。ただし収録されているのは本編のみで劇場版予告編は収録されていない。発売当時はアトラスのサイトに内容を紹介したページが解説されていたが現在は権利切れのためか削除されている。2015年11月27日にメガゾーン30周年を記念し、 ラクセントからアニメ全4作品を呼び、特典映像を収録した b d ボックス、メガゾネ23ブルーレイ、アーカイブボックス、ーティースアニバーサリーエディションマイナスが発売された。2006年1月から、バンダイチャンネルにおいて、有料動画配信が開始されている。メガゾネ23アオイガーランドは、コンパイルハートより2007年9月13日に、 発売された、プレイステーション3用ゲーム。限定版と通常版の2種類があり、限定版には、設定資料集と、メガゾネ23パート 2& パート、アイスペシャルフィルムインターナショナルが同梱された。パート2以降が存在しない、パラレルワールドの世界観で、メガゾーン23の続編にあたるラジオドラマ、メガゾーン23ザエクステンドストーリーの直後から、物語は始まる。 メガゾ二23から20年後の東京。母、高中由衣から青いガーランドのキーを託された一人息子のヒロトは軍からイブを解放することを誓って行動するが、その前にレジスタンスを率いる赤いガーランドが現れる。果たして赤いガーランドのライダーはヒロトの味方なのかハーモニーゴールド USA 社が長時空要塞マクロス、長時空機団サザンクロス、 気候創生期もスピーダの商標をはじめとする包括的なライセンスを取得し、同一世界における三つの異なる時代と各世代を描いた一つの物語として本案再編集した作品であるロボテックシリーズにおいては、パート I がカール・メイセックラ当時の同社の幹部スタッフにより、同シリーズの極東地域で生じた事件を描いた外伝として組み込まれた。 この結果として1986年7月にアメリカ合衆国において劇場版映画ロボテック・ザ・ムービー別名ロボテック・語られざる物語としてテキサス州で公開後に南米アルゼンチン共和国にてスペイン語版のロボテック・ラペリクラが非公式に同国企業により VHS ビデオテープ販売された ロボテックシリーズの設定に合わせて世界観が変更されておりメガゾーンが宇宙船であるという設定は破棄変更され地球上の出来事とされた上で SDF-1 マクロスの落下した後に生じた技術革新や事件をリブシステムの情報統制により封印され鎖国状態の日本自治領において同システムにより意図的に1980年代を 継続的に再現され続ける東京で発生したサザンクロス軍から派遣された日本統治部官のクーデターを扱った物語であるとされた。なお、同シリーズにおける日本は地球統合政府の統治下になく、なし崩しに存在を黙認された軍閥組織であるサザンクロス軍のさらに参謀本部直轄、統合軍事警察の支配下におかれ失政官が派遣されており、それが イーディアンドリュース大佐とされている。ガーランドやハーガンも第1.5世代のケイベリテックモーターサイクルとして、バハムートではなくリブシステムに接続するクライアント接続、軌道端末の頭文字を用いたモダットマイナス -5 という記号故障に変更され、所属も自治日本領、日本陸軍であるなど様々な設定が異なっている。物語構成も 主人公が敗北した原作版の結末のさらにその先に主人公が逆襲して勝利する新作部分が追加され原作のパート I とは正反対の結末となっているこの新作部分はパート I の劇場公開時にボーナスフィルムとして上映され1987年4月4日に ビクター音楽産業より発売されたパート2の海外版ビデオに特典として収録された。このパート2の海外版はビデオ版を英語吹き替えで収録したものであり、劇場公開版のベッドシーンを差し戻したものではない。上記ロボテック版の映画の漫画家であるアカデミーコミックス社ロボテック・ザ・ムービー・アントールド・ストーリーマイナスでは、 結末が蒸気映画フィルムとさらに異なった展開となっており、ガーランドがパートアイに登場の自治軍戦闘機が可変戦闘機、プルートとして人型のマニューバスレイブ形態と説明されるに変形するものとして再設計された強化型になって BD& リュース大佐を倒したり、その後宇宙に上がりゾル人ことティロル軍に最後の打撃を与えたりする。パートアイアイ及び パート3に関しては、ハーモニーゴールド USA 社が商標をはじめとするライセンスを取得しなかったため、上記ロボテックシリーズ世界には組み込まれていない。このため、海外では、メガゾーン23としての英語字幕、または吹き替え版のパート I、パート2、パート3の系列とパート I を原作として、ロボテックの世界観及び設定に合わせて、長時空気弾サザンクロスの 映像フィルムを流用して、新作フィルムで結末を改編再編集した本案物である、ロボテックシリーズの劇場版映画、ロボテック、ザ・ムービーが並存するという複雑な状態となっている。2017年には、パート I、パート II、パート II と同じ世界観で、別の巨大宇宙船 MZ11 内のストーリーを描く、メガゾーン23クシーと、パート I、 パート2のリメイクであるメガゾーン新、新マイナスをクラウドファンディングによって制作する予定であることが AIC から発表された。なお、クシーはキャラクターデザインを尾身ノ・マ彦、メインヒロインデザインを渡辺昭夫がそれぞれ担当する。2019年3月23日3月24日にはアニメジャパン2019の AIC ブースにてリブートプロジェクトが発表された。 この記事は以下のカテゴリでも参照できます。メガゾーン23青いガーランドに関するカテゴリ。ありがとうございます。